こんにちは、先生です。ロビンソンの解説をしていきたいと思います。カポが2フレットですね。でイントロ、最初は C メジャー7、1弦の2フレット中指ですね。こんな音です。おしゃれな音ですね。でまず赤い文字のリズムですね。ダウン、ダウンアップはタンタタタンタタ、それがもう一回タンタタ。で次の青い文字ダウンアップダウンはタタタンタタタン。で最後のダウンダウンアップは最初と同じでタンタタ。なので、通してやるとタンタタタンタタタタタンタンタタ。3つ目だけちょっと違うっていう感じですね。で Bm7 はいつも通り2フレットペタ。このペタッとしている指をですね、1個2個右にずらしていただいて、中指で2弦の5フレットで、1弦側ちょっとだけ浮かしてあげるとこうやって音が鳴らなくなります。これが Es4 ですね。で楽譜だと1弦の2フレットに赤い文字で2って書いてるんですけど、なんかよくネットとかで調べるとなんかこういう押さえ方が出てくるんですけど、これでもいいですし、1弦の2ってこの4弦の4と同じ音なので省略して問題ないと思います。なので一応赤にしてます。でから Em7、 1弦と3弦の2フレット、中指と人差し指ですね。あ、早かった。っていうのがイントロの4小節を4回繰り返しかな。で人差し指離すと最初の C メジャー7に戻ります。でこんな感じですね。で A メロは G コードからですね。はい。で G コードはダウン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 タンタンですね。でその後は、さっきのイントロと全部一緒です。なので、タンタタでタタタンでタンタタ、ゆっくりやるとタンタンタンタタタタタンタンタタで Am7 で DEm7 で下の台で C G C D でもう一回繰り返しですね。B メロに行くと Bm7 Em7 Am で、D7 で Am は人差し指がこの時はいいかな。で D7 はそれに2弦の2フレット中指で、この中指離してペタッと倒すと下の Bm7 につながります。 Am で今度 Am 終わった後に D7sus4D7B7sus4B7 ってなんかいっぱい出てくるんですけど、人差し指はもうずっと4弦の2フレットですね。で最初に薬指で2弦の3、これが D7sus4 で、離して中指が2弦の2フレット、これが D7 ですね。で今度はペタッとBm7 の形に、こちらが3弦の4フレットですね。はい、これが B7sus4 で、薬指離して中指で2弦じゃない3弦の3フレット、これが B7 なので、
っていう流れになると、B メロが終わりでサビに突入ですね。でサビも特殊なコードは特にないです。でリズムも A メロとずっと一緒なので、C ですね。で D B7 Em7 C で D Bm7うん、で Bm7 はもう1小節ですね。それが1番括弧です。でリピートマークがあるのでもう一度サビに戻って D で下の Em7とイントロに戻ってまた、さっきのタンタカタンタカタカタンタンタカっていうリズムに変わります。はい、こんな感じです。すいません、ちょっとところどころね変な音鳴らしちゃいましたけど、ロビンソンこんな感じです。また一緒に弾きましょう。バイバイ。